はい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望大使やっていきますよ。いしょ、さあ前回は信長包囲網を突破しようとしたと思いきや三好が戦争を吹っかけてきました。もう許さん、三好絶対潰してやる。よし、やっていきます。じゃあまずは信長、この洲本城を潰しなさい。はい、出世の城持ち。仕えていた浅井家が滅亡したことで主家を失った藤堂高虎、藤堂高虎出てきた。新しい主を求めて流浪の日々を送っていた。三河の国吉井田宿。腹が減った。されどこの身に一銭もなし。食べられる草はもう食べ尽くした。草食べてたんかい。というよりもう草はいらねえ。だよね、お腹壊しちゃう。こうなったら山賊でもとっちめて銭巻き上げるか。お、そこのお侍さん。俺のことか。そうそう、あなた様ですよ。長旅お疲れ様でございましょう。どうです、うちのお店で餅など。優しそうな顔してる。いや俺は美味しくて頬が落ちちまうとこの辺りじゃ評判なんですよ。いや、その俺は頬が落ちる餅。柔らかい餅が口の中でとろけてね、もう旅の疲れなんてぶっ飛んじまいますよ。柔らかい、口の中でとろける。ささ、どうぞこちらへ。あー、行っちゃダメだよ。高虎は商人に導かれるままに席に着くと、出された餅を次々と平らげてしまった。うまい、これほどうまい餅は初めてだ。こう口の中へとろけて頬が落ちるような。さすがお侍様、いい食いっぷりでございますな。はっ、あまりにも餅がうまいので勢いで食べまくってしまった。まずいね。ご主人。はい、あ、お茶でございますかな。今お持ちいたします。うむ、そういえば餅が喉に。と、そうではない。乗りツッコミ出た。ご主人、実は俺は無一文のみ。餅は食ったが持ち合わせがござらん。餅、持ち合わせ、なかなかお上手でございますな。いや、そういうことじゃないんです。違うんです、シャレではない。全く一銭たりとも持ってないのだ。されど餅がうますぎてつい。申し訳ない、この通り見逃してはくれぬか。なるほど、さようでございましたか。なればこの場でお代は結構でございます。お侍様が出世した後にいただくことにいたします。まことか、かたしげない。そのようなことより、無一文ではこれよりも不便でございましょう。わずかばかりではございますが、ロギンとうちの店の餅をご用意いたします。なんて太っ腹な仏か。そのようなこと、銭も払わずそのようなものは受け取れぬ。良いのですよ、うちの白餅を持っていったお侍様がいずれ白餅大名となって恩返しに。てんてんてん、白餅が白餅、いかがですかな。いや、お上手でございますご主人。うーすまぬ、必ずや俺は戻ってくる。この恩は忘れんぞ。言ってしまわれたか。笑うところだったのですが、いや、なんていい人。いつの時代にもいい人はいるのね。この天使の温かい振る舞いに感動した高虎は、以降旗印を白丸を3つ並べた白餅3つにしたと伝わっている。本当に高虎が白餅の大名になったかというと、それはまたこの後の話ということになる。ああ、なるほどね。続いて長浜城主秀吉。大江の、大江の国ママ、あの YouTube のコメントでこの大江っていう言ってたんですけど、僕この前までこの文字をだけど大江ですよってしてくださいました。ありがとうございます。バカがちょっと一瞬でよかった。浅井家の滅亡後、織田信長は木下秀吉に命じて小谷城にほど近い今浜に新しい城を築こうとしていた。猿よ、この地の名は決まったのか。は、殿から長の字を頂戴いたしまして、長浜が良いかと。すげえな。ふん、実に貴様らしい。貴様というおべっか使いらしいなよ。もし俺ならばそのような名は思いつかんな。すごいよね、この秀吉のあのごますりというかね、あの太鼓持ちというか。あはは、またこれは手厳しい。すぐに考え直して。よい、俺ならば使わぬ。されどこの地は貴様が使うのだ。貴様らしい名にすればよい。さようでございますな。殿にはそうらしからぬ名なれば拙者がなんとこの地を拙者にいただけるので。なんだ、いらぬか。ならば光秀にでも。ああ、やめてあげて。イエーイ、ありがたく頂戴いたします。身に余る光栄にございまする。ふん、貴様らしいおべっか城だ。
貴様の才だとわかる城、町を築くのだな。わしらしい城か。よし、よし、よし、やってやるぞ。今日にも近い実に良き場所じゃ。いずれはわしも天下を狙う人に、あーよからぬこと考えてるぞ、秀吉。あ、猿よ。あ、やばい。聞いてたんじゃないの、今の。はい。言い忘れたが、貴様、名を改めるのだ。城持ちになるのだ。天下に知られようと恥ずかしくない名を考えておけ。よかったね。ははふう、油断も隙もないお方じゃ。秀吉の手により完成した長浜城は、琵琶湖の水運を十二分に利用するべく、城内に水門を持つ画期的な設計となっており、城下町も東西に、間口かな?間口を開く縦町と、南北に間口を開く横町が混在するという物資の流通、集積に優れた設計がなされた。長浜の城下町は後の大阪、伏見などの大城下町の雛形となるものであり、信長の言葉通り都市計画の天才秀吉の才能が遺憾なく発揮されたものとなっていく。そうじゃ、新しい名は柴田様と庭殿から一ずついただき羽柴にするとしようか。ああ名前が変わってる。本当秀吉なんか人の名前取るの好きなんだね。おべっか使いでも良いのじゃ。あまり家中には敵を作りたくないからの。なるほどね。はい、別所家より交渉の申し出ございました。ご覧ください。あ、同盟だ。で、無条件での同盟。あー、もちろんよろしくお願いします。スノボト城は信長の手で生まれ変わるのだ。オッケー。で、捕獲したのはこの人。能力低い。で、初段はしない。はい、解放。片付けない。で、今兵糧が少ないからもう信長返そう。はい、帰ってらっしゃい。戻るぞ。はい、起乗する。じゃあ進めましょう。あ、その前に原稿録の確認。信長は安土城築城か。で、久秀があれなんだよね。信高山城を包囲する。じゃあ秀吉の画面が変わっている。で、この原稿録、長浜城主秀吉が達成したんだね。で、あー、そうだ、高虎で、東堂高虎が城主になる原稿録が発生してるね。で、起源はないんだな。了解。じゃあ進めましょう。うん。はい、川尻さんが強くなった。で、勝家も強くなったんだね。で、この人が亡くなった小笠原長勝かな。あー、そうなんだ。ご冥福をお祈りする。報告いたします。はい、うんうんうん。これより表情を行う。じゃあみんな、なんかいろいろください。そうだな。うんうんうん。じゃあこうこうこうにしようか。はい、これで表情を終える。はい、水入れ。いや、新しい方策、民本統治、拠点の民衆が上がる。あ、素晴らしい。これは欲しい欲しい欲しい。ひらめきましたぞ。純粋足軽、足軽だけで構成した部隊の士気が上がる。あ、なるほど。ほうほうほう。なるほどね。あ、で、民本統治が取れるね。民衆上昇法制大、これは欲しい。あとはこの純粋足柄も欲しいな。はい、で、まあこんなもんでいいか。じゃあまずは内政。そうだな、この辺武田証券がすごいな。でも金がめっちゃ飛ぶな。あとはじゃあ軽いものを取っていこう。これだとね、お金がなくなっちゃうな。じゃあ軽いもので、はい、勝山証券。かしこまった。で、母兵で、新しく取った場所の農兵をゼロにしましょう。かしこまった。よし、これを地道にやっていこう。結構やってないな、私。わー、結構しんどいな。じゃあ、外交もちゃんとやっていこうか。まず、長宗我部の人たちとちょっと同盟可能なところまで進行度を上げよう。で、上杉も上げておこうか。何されるか分かったもんじゃないから。はい、オッケー。じゃあ、こんなもんでいいでしょうか。よし、じゃあ進めましょう。はい。さあ、秋になりましたね。で、今回の私の、兵糧は21万も入りました。素晴らしい。これで、もう戦争やり放題だな。
じゃあ秋なので農業やっていきましょうか。じゃあまずはこれで違うな。こうやってみて、で必要なところは開墾。あ、民中度回復してる。ここ66だ。すげえ、めっちゃ高い。でここは59。ほうほうほう。でここは55。素晴らしい。すごい。あれかな、浅井家と東岸寺の戦争が終わったからか。いいねいいね。で次他はじゃあ一括の労役免除しましょうか。一番低いとこで47か。すげえ。いいぞいいぞ。嬉しい嬉しい嬉しい。じゃあ低いところからやっていきましょう。はい、いいぞ。はいはいはい。でこんな感じかな。よし、いいね、素晴らしい。じゃあ兵糧を売って、で鉄砲買いましょうか。取り計らいます。はい、オッケー。ありがとうございました。で証券にも何個か進出して、はい、かしこまった。はい、いい感じね。はじゃあ引き続き三好攻略移りましょうか。じゃあそうだな、野本城、城主を決めないとダメだったな。じゃあ誰にしようかな。じゃあ統率、じゃあこの人にしよう。素晴らしい。じゃああとお坊さんっぽい人、じゃあ剣女かな。あと他にはじゃあこの宮部さんかな。はい、じゃあはい決定。うん、じゃあこうしましょうか。はい、でじゃあ行軍はまずは岸和田城を攻めましょうか。じゃあ光秀はこの岸和田城を攻めなさい。はい、行軍開始。進め。で信長は次はここを攻めましょうか。はい、オッケー。進め。で次他細川さんは4800か。きついなこれは。じゃあこの2部隊で三好を攻略しましょう。じゃあ行くぞ。はい、さあどうなるどうなる。さあみんな頑張ってな。病には勝てぬ。誰か死んだ、悲しい。で心象が改善したけど我々と交渉する気はない。長宗我部、まあいいでしょう。報告いたします。とりあえず仲はよくはなっておきたい。はい、表情、この表情は大事よ。半兵衛、あとはじゃあ織田信康。はい、じゃあこの下沼さん。はい、オッケー。これで表情を終える、うん。はい、豊作、稲富さん。鉄砲装備した部隊の射程が長くなる。あ、これ欲しい。取れる。軍事の値はめっちゃ高いんだけど、商業の値がちょっと足りなかったか。じゃあこの遠路航軍取ろうか。兵糧消費量減少大他。いいね、こんな貴重な豊作を取ってなかっただなんて。そうだな、あとは城攻めの極意、包囲攻撃力上昇中。 OK、 よし、あとはいいかな。よし、行くぞ。さあやってみましょうか。行くぜ。さあどうなるどうなる。はい、42,000対28,900。まあ大丈夫か。でも戦場は狭いのね。で勝敗がわからん。じゃあ直接地域を取ってカットもしない。さあ水井で出番だ。うん、私がちょっと数が多いかな。で陣地は向こうにあるのね。了解しました。真鍋の戦い開戦。じゃあまずはここ始めるぞ。でここをこうしようか。はい、行くぜ。行こうぜ。始めよ。であと他の人たちはそれぞれ敵に向かわせる。うん、始めるぜ。参るぞ。ああ、家康が来てくれてる。サンキュー。気を引き締めよ。でそうだな、覚悟は良いか。お覚悟願います。はいはい、こう始めるぞ。で総大将はこいつか。はい、じゃあ行きましょう。はい、始めるぞ。さあ行くぞみんな。さあまずは誰が到着するかな。でこの松永久秀が300なんだよね。
こいつさえ倒せば相当あとやりやすくなるから、頑張ろうか。さあ、じゃあもう一個始めるぞ。はい、敵の居所。さあ、まず敵人部隊発見だね。逃しはせぬぞ。さあ、もう一部隊発見。策のある者がいるよ。さあ、まずはじゃあ戦争の火種はまず撃て。藤里からで、そうだな。で、じゃあこういこうか。ちなみに総大将はこう、あのね、で、久秀はこっちか。で、とりあえずじゃあこういう風に頑張ろう。行こうぜ。こう行って始めよう。こう行くか。さあ、行こうぜ。はい、宮永秀の方が足速いからね。矢を放て。さあ、どんな感じ今。あ、大将軍だ。増票に構わず切り込め。ああ、そうか、総大将を狙うタイプのやつか。まずいまずい、ちょっと逃げよう。はい、じゃあ三つ秀、はい、逃げるよ。で、こうで、他はじゃあ長秀は、いや原さん、はい、負けてやる気はさらさらねえぞ。で、ここをこうしよう。してくれ。そうだね。じゃあ三つ秀はこうしようか。始めるぞ。はい、じゃあ行くぜ。はい、鉄砲。あー、痛い。三秀、我が良い望むは貴様か。さあ、強力を受けてた。どっちだ。さあ、まず久秀がここの舞台で当たってる。あー、倒せ倒せ。で、ここをこうして、始めよう。で、こうしましょうか。始めるぞ。ゲチを始めるぞ。で、あとはゲチを。じゃあ三つ秀は、魚で。その首。はい、宇治里は鉄砲。我が策がもらい受けよう。で、川尻さんが突撃。よし、じゃあ行ってみましょうか。はい、練り上げし我が部聖君たち奇襲されてる。大丈夫ですか。やりたい。前へ。さあ、こいつ潰そうか。まずは今だ。結構削ってるけど削られてもいる。で、家康はじゃあ足止め。コンクラベならわしは負けぬぞ。で、鉄砲撃て。で、この字読めない人は鉄砲撃て。で、早めにこの久秀を倒してほしい。いける？じゃあ行ってみましょうか。はい、それにて幕とさせていただく。はい、臨戦。あー、鉄砲掴んだ勝機。はい、規制崩し。逃しはせる。あー、やばい、ここの部隊がめっちゃやられてる。しまった、この部隊と挟めばよかった。回想してる。ほら、やばいやばいやばい。こんなにカットがいるのに改装させられるんかい。じゃあ原さんは突撃。もう助けてあげて。じゃあ鉄砲で、そうだな、次はじゃあこういこう。あ、総大将がいる。じゃあこういこうか。で、こういって、こういこうか。始めましょうか。そうだな、まあ頑張りましょう。いけるいける、まだまだ勝負は始まったばっか。逃しはせぬ。さあ、早く久秀を倒そう。一部隊改装させた。いいね。最後は孫市だ。で、陣地は取った。あとはここですよ。ああ、攻撃を受けてる。まずいまずいまずい。じゃあこう行きましょう。で、家康は足止め。で、川尻さんはこのまま。で、ここはそのまま当たらせようか。いや、できればこう行きたい。で、サイが孫市狙うか。始めよう。で、宇治里は鉄砲。はい、撃て。で、ハケチ秀光が九州。その首この手でいただくとしよう。で、鳥なんとかさんは鉄砲。撃て。だからこれで多分滅んでくれるといいけどな。ご命令。じゃあ、光秀はここ行こうか。
始めるぞ。じゃあ行きましょう。はい、我らが力、はい、規制崩し示すは今だ。もう少しもう少し、あーと撤退できるか。オッケー、よし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 、まず一部隊撤退させた。これはでかいぞ。策のあるものがいるようです。こっからこっから巻き返すぞ。容赦しねえぜ。さあ次はじゃあこうしようか。あーでもこっち数が多いな。じゃあ秀光こっち、覚悟願います。よし、じゃあ頑張りましょう。はい、そう、とりあえず作戦は頑張るんだ。掴んだ勝機、逃しはせぬ。まあ数は我々が上回ってるし、シギもだいぶ押してきてる。放て。はい、戦前復帰、いいね。戻ってこい。戻ってこい。策のある者がいるようです。はい、始めるぞ。家康は足止め。こん比べだ。いや、雨が降ってきた。私は負けぬぞ。こちらが、でもまあ今なら大丈夫。一枚上手のようですね。で、ここが幽閉になっちゃってるな。始めるぞ。で、そうだな。ご命令を。じゃあ、こういこうか。始めるぞ。で、こうして。始めるぜ。で、こういこうか。総大将潰そう。ご命令を。はい、行くぜ。さあ、潰すぞ。あー、改装してもうた。今は引こう。よし、で、私も一部隊改装させた。まずいな。じゃあ水秀は魚で。しまった、包囲できてない。でいいやつは足止め。我が策がもらい受けよう。で次は原さんが突撃。負けてやる気はさらさらねえぞ。で川爺さんが突撃しようか。この攻めかわしてみせよ。はい、行くぜ。我が良い。はい、規制崩し。望むは貴様か。さあ逃げて。さあこっちはこっちで攻撃してる。いいぞいいぞ。投げ払え。さあ我らの処理まであと一歩。さあ頑張れ。で三井では魚で。その首。で庭長井では捨て崩し。で一木さんでさっき敗走してたのが太鼓。一木け。さあ押せ押せ押せ。もうこれで勝てるな。よし、飛ぶ隊改装した。でかした。オッケー、ワイロン勝利ございます。よかった。やりたい、前へ。はい、勝利。破れし者は朽ちるのみ、うん、はい、一大決戦に勝利、うん、これの勝ちはでかいね。さあ早速この岸和田城を落としましょう。よし、じゃあ行ってみましょうかね。はい、包囲せ。あーなんか西賀孫一が打って出てきた。で、あれだね、上杉との交渉が進んでるっぽいね。報告いたします。はい、了解。で、兵糧は着々と減ってきてる。まずい。で、じゃ内政は手早くやりまして、じゃあここかしこまった。で、取引を行いましょう。そうだな、兵糧を取り計らい売って、で、鉄砲買いましょう。取り計らい。はいよ、ありがとうございます。で、こんな感じでいいかな、今んとこ。じゃあ行くぞ。はい、三好の軍勢が迫ってると。で、四季の朝とも我らの勝ちは揺るがない。じゃあ四季は取りつつカットします。まさかに。はい、総大将打ちました。我らの勝利でございます。ちょっと危なかったです。はっはっはっは。よし、災害シュートも家でも全て勝者の。やっぱ手強いね。はい、オッケー。じゃあ相馬は岸和田城をもう攻め立てなさい。よし、はい、かたじけない。さあ行くぞ。志果たすまで。あ、報復してくれた。よかったよかった、ありがとうございます。じゃあこの二人を登用しますね。で、他の人たちはそうだな、まあ解放してあげよう。はい、そういう作業さに免じてね。じゃあ明智光秀はそのまま、そうだな、じゃあこの引田城に行きましょうか。はい、じゃあ行きます。進め。行くぞ。
さあ信長はこっち向かってるよ。取り囲め。はい、さあみんなどう出る。はい、冬になった。ああ一気が起きてる。報告いたします。まずいな。ああごめんごめんごめん。はいはい、先月の終始です。はい、OK、了解。ご命令を。うん、三好との戦は長引いてるか。じゃあ農業をちょこちょこやって、早く合戦行きましょう。さあ行きますか。はい、ドン。で3万7000が迫ってきてる。まずい。四季の朝とも我らの勝ちは行けません。3万7000も攻めてんのに。じゃあまあとりあえずじゃあカットしましょうか。はい、多分戦場が狭いんだろうね。はい、はい、我らの勝利にございます。楽勝だった。本当に3万7000にも勝てた。天も人も素晴らしい。俺に背くことは許さない。戦場が狭かったからね。はい、大攻撃派一大決戦に勝利。さすが信長っす。さあじゃあこの桑野城を攻めましょうか。はい、みんな頑張ってな。蹴散らせ。はい、敵が出てきたのか。あー、おじょけなので、じゃあ四季はしつつカット。はい、はい、オッケー、楽勝。まあ数は圧倒的に私たちが上だったからね。なかなか悪がわきですな。2万対5000で挑んできたのか。その勇気は称賛する。はい、オッケー、じゃあその城を囲んでしまいなさい。さあこっちでも戦うか。四季の朝とも我らの勝ちは行きません。じゃあ四季はどいつずカット。よし、総大将、はい、総大将を打ち取りました。オッケー、我らの勝利。ナイス。あー、光秀の活躍が目覚ましい。勝たねば生きる道はなし。まあ3万対1万だからね。まあ勝って当然か。さあじゃあこの城も落としましょうか。なかなか素直に落とさせてはくれないね。はい、じゃあみんな逃がします。片付けない。じゃあそのまま続きを。はい、今は死ねぬ。あー、降伏してくれた、助かる、ありがとう。で、この人は東洋か。じゃあその心意気に免じて君たちは逃がしてあげよう。はい、片付けない。で、次はじゃあじゃあこの伊沢城を落としましょうか。はい、出陣する。今回で、須本城から、出陣できる。9200か。じゃあこの勝俣城を、いやちょっともうちょっと後にしようか。はい、で、三井出が来た。あのとこに来たね、荒木村重が。で、勝ちは揺るがないから、じゃあカットします。はい、はい、もう完全に我らの勝利でございます。 OK、 素晴らしい、全然圧勝だった。制殺与奪、ふむ、すべて勝者の思うがまま。まあ四季はだいぶ我々が押してるからね。もう三好は今はもう乗っ取られる以外ないね。さあじゃあ次はこの勝俣城をじゃあ包囲しましょうか。はい、じゃあ下沼さんお願いします。進め。はい、じゃあ3部隊に増やしたよ。この城、はい、この城落としたね。じゃあ次はこの東川城を落としましょうか。出陣する。やばい、すごい、もう順調すぎる。取り囲め。さあ次は信忠が元服の儀を終えました。お、マジで信忠、我が嫡男、お主はいずれ織田を背負う者、決しておごることなく励むがよい。分かったね。でまあまあ能力高いね、信忠って。あ、すごいじゃん。報告いたします。はい、オッケー。で、兵糧がめちゃくちゃなくなってる。はい、表情。じゃあ細川藤隆さんと、そうだな、あとは勘兵衛か。で、あとはそうだな、結構みんな捨てがたいな。じゃあ秀吉にしよう。これで表情を終える。で、何取ろうかな。あ、鉄砲距離、の増加。はい、
射程距離増加ね。はい、オッケー。で、あとは、まあ、あとは、もうほどほどって感じだかな。オッケー。はい。あ、当元使いたいという浪人が名乗りを上げております。この3人。へぇ、知らないな、みんな。なるほど。はい。かたじけない。あ、これはちょっと、って感じ。で、筒以上を狙ってるんだね。筒以上。ここは上司は佐久間、なんとかさん。ちなみに、あれか、松永は、あれなんだよね。先生国してないから。じゃあ、商業をちょいちょいとやりつつ、はじゃあ、三好への進行を開始しましょうか。はい。よし、じゃあ行きましょう。はい。さあ、攻めろ攻めろ。宇治政が、あ、上杉と戦うんだ。すげえ、若いのに。多分若いよね。じゃあ、上杉に、味方しましょうか。はい。囲め。朝廷より使いの者が来てます。ほうほうほう。そうだな、簡易か。まあ、もらっておこうか。お金に余裕もあるし。うん。はい、光秀と荒木村重が戦うね。まあ、余裕でしょう。私たちが2万8000で向こうが1万4000余裕。じゃあ指揮はしつつカットします。はい、完全に我らに戦況を傾きました。オッケー、余裕すごいな。もう三好も全然敵じゃないもんな。勝たねば生きる道はなし。はい、オッケー。それが乱世よ。すげえ、光秀の活躍が今回目覚ましいね。はい、捕獲した武将はこの人が、あ、荒木村重だ。まあでもこの人は仲間に加えたいからな。解放してあげる。はい、じゃあその戸川城を落としてしまいなさい。よし、行くぜ。攻めるぞ。はい、敵が城から撃って出ました。返り討ちにしてやりましょう。わあ、そんな無駄なこと。じゃあ勝ちは揺るがないから、決戦の指揮は取りつつ私が、私というかカットしますね。はいはい、オッケー。ワンラン勝利にございます。無駄な血を流してしまった。素直に降伏してくれればいいのに。荒木村重め、破れし者は朽ちるのみ。そんなに戦いが好きか貴様。よし、じゃあまあこの城も取ったようなもんだな。はい、オッケー。でこの人を捕獲したけど、いいこと聞いてくれないから解放。はい、ことじけなし。さあすぐに城を落としてしまいましょうか。はい、どうぞ。受け入れよ。はい、まず伊沢城を落としたね。じゃあ次は、じゃあこの、天つゆ、天霧城か。はい、じゃあ落とします。出陣する。じゃあ、じゃあ二人とも頑張ってね。はい。二人とか三人か。やばい、あーと、落ちてる。天霧城が落ちてる。まずいまずいまずい。報告いたします。はーい。そうか、上層壁にも喧嘩を売られてたんだ。じゃあ信長は帰りましょう。はい、あ、敵の勢力圏内で起動すると陶器の戦意が大きく下がります。もうそうだな。じゃあ行くぞ。じゃあこっち、はい、進め。開始。さあ次はじゃあ内政。ちなみにこの辺の証券はどんな感じなんだ。あー微妙だな。あ、ここは結構いいっぽいな。桑野証券。はい、じゃあ進出。はっ。で、あとはまあこの辺のなんとなくいいところ。よし。てかなんか金めっちゃ減ったな。しまった、競合してるとこがやっちまった。大きく金を失ってしまった。まあいいでしょう。はい、はい、戸川城も落ちたね。よし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 。捕獲したのはこの二人か。オッケー。で、処断するのは、誰もしない。はい。かたじけない。じゃあ、光秀は、騎乗しましょうか。はい。お疲れ様。君は大手柄だ。論功行賞を楽しみにしててくれ。じゃあ、こっちなー。なんか、今更って感じだよな。
でも今せっかく集結してるからな、まあ騎乗させるか。戻るぞ。うわーごめん集まらせておいて申し訳ない。じゃあ信長ここ落としてしまおう。あーもう3000で迎え撃っても勝てないだろうに。うん、まあじゃあやるしかないか。まあ、とりあえずカットします。ほら2万対3000でもう殴り殺しじゃないか。あーでもあれだ、6200だ。こっちはそうかそうか。じゃあで陣は向こうにあるわけだな。じゃあここはカットせずにやってやろうじゃないか。はい、七条の戦い。さあじゃあ作戦は何だって。本陣切り込みか。なので大将に向かって進んでいくのね。了解。ご命令ください。じゃあもう全開でいこうか。ご命令。はい、じゃあ陣地を取るよ。お覚悟願います。ここの舞台には馬がいねえからな。まあ、とりあえずじゃあ前の方行きましょうか。はい、始めるぞ。で信長もじゃあ前に出よう。で、はい、覚悟しろ。でなんでか知らないけど勝家と弥勒さんがめちゃめちゃ数少ないんだよな。じゃあとりあえず君たちは数が集まり次第行くぞ。前に出てきなさい。って言ってもたかが知れてるな。じゃあこの人たちもすぐ前に出させよう。はい、ゲチ。じゃあこっち覚悟しろ。しまった、大きく出遅れてしまった。始めるぞゲチ。じゃあこういって、ゲチよ覚悟しろ。じゃああとはまあいいかな。こうしようか。気合を入れろよ。はい、じゃあ行くぞ。マイルズ、マイルズ、うん、はい、始めよ。はい、くそこの人逃がしておいて向こうの方に先生戻ってんじゃん。許せん。ここにおるな。でこの人は柳沢元正ほうで向こうに本陣がいるんだな。この策で参りましょう。じゃあそのまま向かいなさい。こいつは私たちが引きつけておく。臨戦はしなくていいよ。うん、じゃあみんなとりあえず、はい、そのまま行きましょう。敵の居場所が知れました。はい、本陣見つけたよ。はい、本陣に突っ込む。みんな、はい、本陣突撃。舞台が強化されますが3ターンの間命令を指示できない。いやいや、あー、奇襲受けてる。いやいや、突っ込みすぎた。あー、強撃。秀吉大丈夫か。みんな秀吉に続け。マイルズ、やばいやばいやばい、何をやっている。はい、ここ、ここ、はい、始めるぞ。で、ここはこうで、ここはこうで。はい、速ぞ。始めるぞ。で、こうしましょうか。はい、始めましょうか。覚悟しろ。ここね、はい。急いで秀吉を救うんじゃ。見せてくれようぞ。あ、競技競技ってまずいまずいまずい。今だ。でも士気は全然落ちてない。さすが秀吉。行こうか。松風。さあどうだどうだ。策のあるものは。策は何？じゃあ突撃。加減できるほど器用じゃないんだ。この辺はもう秀吉に任せよう。で勝家は鉄砲。あ、貨幣でよく頑張ってくれる。じゃあシッタ。この首この手でいただくとしよう。さあ行くぞ。はい。ああ、かっこいい。やばいやばいやばい、士気が落ちる。あなたに見切れますか。やばい、この撤退はまずいよ。やばい、士気がギリギリ。助けて。じゃあ、山内活用はどこ。とりあえず一部隊撤退させないとな。しまった、今椅子からずっと落ちてしまった。まあじゃあここをこうしようか。でここをこうか。でこの2部隊早く戻ってきて、戻ってきてというかこっち来て。はい、よしよし、押してる押してる押してる。さあさあ踏ん張れ踏ん張れ、ここだぞ。で追い詰めてんのかな。はい、こうこう。で秀吉はじゃあ臨戦で陣地を取ったね。オッケー。じゃあ半兵衛はこっち向かいなさい。で、カットヨは突撃。じゃあ、この部隊をすり潰すぞ。よし、行ってみましょう。はい、ドーン。時
には大胆に頑張ってみんな。しまった、思わぬ苦戦を強いられている。よし撤退させた。これはでかい。やりたい。あー逃げられてる。やりたい。てかおお秀吉何をしている。おわんかい。策のある者がいるようです。じゃあ秀吉はまあじゃあこいつを崩すか。あここは半兵に任せましょう。はい、突撃。この戦全ては我が承知です。あとは大丈夫っぽいな。はい、正々堂々勝負せよ。じゃあ信長はこう、あー早くこの2部隊ついてきなさい。これにて幕とさせ。さあ数は私たちが完全に勝っている。これが新しき戦。はい、第六天魔王、まさか我らが。はい、撤退させたよ。さあ続々と撤退させる部隊が多くなってきてる。回想策のある者がいるよ。はい、じゃあ秀吉は臨戦。僕の手じゃ見せてやる。で、活用も幽閉になっちゃってんな。はい、半兵衛は策士。逃げないのなら仕方ありませんね。さあ総大将を倒すのが策か、こっちの士気が完全に我々になるのか策か。引っかかったな。はい、鉄砲、鉄砲持ってるやつがいる。だが高々50人。はい、撤退させた。で、ここの2部隊ももう吸い潰すぞ。よし、撤退。いいね、いいね。この状態でなぜ我々に決戦を求めてきた。素直に降伏すればいいじゃないか。こんな奴らがいるから戦争がならなくならない、ならない、そう、なくならないのよ。策のある者がいるよ。はい、はい、秀吉は調子。こんなところで立ち止まれんわ。はい、作詞。逃げないのなら仕方ありませんね。さあ、もう仕切るぞ。我らが力示すは今。はい、最後のお仕事。行け。行くぜ。撃て。あ、鉄砲持ってる。さあ、ここで押し切ったかな。あ、でも敵は踏ん張ってる。やるじゃないか。解放してる。やばい、敵も踏ん張ってる。まさか。じゃあ半兵衛は作詞。逃げないのなら仕方ありません、ね、もう早く倒しちゃって。ご命令よ。何をやってる秀吉。ご命令。では魅力さん、安家か、安家さんは。はい、魅力ってあれだね。イニアシャになっちゃうから。はい、さあ撤退させた総大将。オッケー、我らの勝利にございます。オッケー、ナイス。勝ち、奪う。もう3000しかいない。目も当てられんぞ三好家。はい、じゃあこの勝、なんたら城を落とせばもう三好は滅亡だね。じゃあ君たちは解放する。ない、うん、はい、じゃあ行きましょう。一人たりとも逃すな。落ちるかな。あー落ちねえか。もう1ヶ月いる。はい、ハール。あ、息が起きてる。まずい、まずい、まずい。報告いたします。はい、了解。で、兵糧はまだまだ余裕。お命令を。じゃあ、農業をちゃちゃっとやって、で、この城を落としましょうか。じゃあ、種まき。かしこまった。あ、それだけ？じゃあ、証券も広げましょう。戸川証券、はい。で、この伊沢証券も、はい、進出つつ、はい。で、歩兵も大事だね。攻め落としたところの、農兵をゼロにしないと。はい。必要収入を下回ってる。マジで？ああ、そうか。だから何もしない方がいいか。とりあえず戦争を早く終わらせよう。ここは？あ、ここも指揮でき、ああ、大丈夫か。何をテンパってるんだ、私は。じゃあ、攻め落としましょう。はい。これで三好を落とせば、しばらく戦争しないで済むかな。はい、落とした三好滅亡。ああ、歴史が塗り替えられた。捕獲した武将は、めっちゃいる。すごいな。特にこの中だと荒木村重が一番優秀かな。で、あと高山右近さんとか。で、森田常雲、私を散々苦しめたこの武将。いいね。よし、じゃあ決定。
はい、お声をかけてくださるとは光栄です。喜んでお伝えいたします。うん、頑張ってな。じゃあ信長は騎乗しましょう。戻る。よし、これでしばらく民衆が回復するかな。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしあチャンネル登録、グーグルがお願いします。のべでした。さよならー。